グリッドレイはアメリカ海軍の駆逐艦。グリッドレイ級駆逐艦のネームシップ。その名を持つ艦としては2世紀目。艦名はジョージ・デューイ提督の機関、オリンピアの艦長であったチャールズ・グリッドレイにちなむ。グリッドレイは1935年6月3日にカリフォルニア州サンフランシスコのベスレヘム造船で寄港する。1936年12月1日に浸水し、 1937年6月24日にボストン海軍交渉で収益した。収益後はカリブ海海域で1938年10月27日まで成長を行い、プエルトリコ、キューバ、ベネズエラを訪問した。その後ボストン海軍交渉で回収作業が行われ、1938年6月13日に出港。 パナマ運河を通過し1938年7月5日にサンディエゴ湾に入港した。グリッドレイは第11駆逐艦部隊に加わり、続く数ヶ月間をカリフォルニア沖での戦術演習に費やし、1939年1月4日に戦闘艦隊と共に出港、カリブ海での東方艦隊演習に向かった。グリッドレイは艦隊と共にキューバ及びハイチュー沖での演習。 フリー,イートプロブレム20に参加し、その後修理のためボストンに帰還した。グリッドレイは1939年7月13日に再びサンディエゴに入港し、第11駆逐艦部隊の帰還となる。その後はカリフォルニア沖での演習に従事し、1940年4月2日に艦隊の他の艦と共にハワイ水域での演習、フリー,イートプロブレム21に参加した。 演習の後グリッドレイはハワイを拠点として活動した。グリッドレイは1941年11月28日に新珠湾を出港し、ハルゼー提督の機関である空母エンタープライズの対戦護衛任務に就く。部隊はウェーク島で停泊後、新珠湾へ戻る進路を取った。任務部隊は12月7日の朝に基地に近づき、戦争の始まりを知らせる驚くべきメッセージを受け取る。 真珠湾が空襲を受けた。これは訓練ではない。グリッドレイは翌日入港し、新たな敵の攻撃から基地を守るのを支援した。そして続く5ヶ月間は、真珠湾やその他の南太平洋の港で、輸送艦及び修理工作艦の護衛任務に従事した。任務は1942年5月27日に完了し、6月5日には、軽巡洋艦ラッシュビルとともに、 アラスカ州コデヤックに到着した。アラスカ海域で、グリッドレイは輸送船の護衛及び、日本軍の支配下にあるキスカ島、アッツ島の偵察を行い、1942年8月7日には、キスカ島への官報射撃の支援を行っている。この間、グリッドレイは有名な駆逐艦指揮官であるフレデリック・ムースブラッガー中佐の機関任務を務めた。 1942年9月25日にダッチハーバーを出港し、グリッドレイはハワイ海域でサラトガ任務部隊に合流、その後はフィジー及びニューヘブリティーズ諸島海域で戦闘艦艇及び非武装艦艇の護衛任務に従事した。1942年12月、グリッドレイはヌメア沖でソロモン諸島での激戦を支援する空母任務部隊に補給を行う給油艦シマロンを 護衛する。グリッドレイは7月13日にソロモン諸島のパービス湾へ活動の拠点を移し、16日にはパラスコアンで沈没した軽巡洋艦ヘレナの生存者を運ぶ高速輸送艦を護衛した。また、モーリーと共にガダルカナル島からニュージョージア島の端末にに上陸する不評用上陸集艇を護衛した。7月25日には 上陸地点海岸の敵施設に対して砲撃を行い、上陸部隊の支援を行った。8月10日にはベラワンで他の6隻の駆逐艦とともに日本軍の上陸用橋家を破壊し、その後はソロモン諸島でサラトガを8月25日まで護衛した。グリッドレイは護衛空母スワニーロングアイランドと共に1943年9月4日に新宿湾に帰還し、続いて サンディエゴに向けて出港。サンディエゴには修理のため9月11日から10月26日まで止まった。グリッドレイの次の目的地はギルバート諸島であった。1943年11月10日に真珠湾を出港、マキン島に向かう。マキン島への砲撃を支援し、空母部隊の護衛を行い、その後同海域の紹介を行い、12月1日にハワイに向かった。 マーク・エミッチャー中将の第58空母任務部隊は1944年1月18日に真珠湾を出港し、マーシャル諸島への攻撃に向かった。グリッドレイは空母サラトガの護衛任務にあたる。ウォッチ干渉及びエニウェトック干渉に対する攻撃の間、グリッドレイは空母を護衛し、3月8日に空母ヨークタウンプリンストンラングレイと共に、 ニューヘブリディーズに向けて出港、ニューギニアに対する構成の支援を行う。1944年6月7日、グリッドレイは、ホーネット任務部隊と共に出航し、マリアナ諸島への攻撃に向かう。空母部隊は、サイパン、ロタ島、グアム島を攻撃した。これらの作戦中グリッドレイと、姉妹艦は、航空機及び潜水艦からの攻撃に対して、 空母を護衛するという重要な任務を果たした。グリッドレイを含むアメリカ軍部隊は1944年6月19日、20日の両日、日本海軍機動部隊とマリアナ諸島沖とパラオ諸島沖で大規模な海戦を繰り広げた。日本軍の来撃機及び戦闘機の波状攻撃は、アメリカ軍の迎撃機及び、水上艦艇による攻撃で多数が撃退された。グリッドレイは、 対空砲撃により空母部隊を護衛した。この戦闘の結果、日本軍の航空兵力は壊滅した。グリッドレイは1944年6月30日にエニウェトク干渉を出港、空母部隊と共にイオウ島、グアム島、ヤップ島、プ島ウルシー干渉及び火山列島を攻撃した。1944年9月15日にはペリリュー島への上陸を支援し、 少なくとも一機の特攻機を撃墜した。沖縄及び台湾に対する攻撃において空母の護衛を行った後、グリッドレイはフィリピン上陸の支援を行った。1944年10月28日、ルソン島沖で大型艦の護衛を行っている間に、グリッドレイは駆逐艦ヘルムと共に、e、54に対して爆雷攻撃を行いこれを撃沈した。 数日後には日本軍特攻機を撃退し、その後空母フランクリン、ベローウッドと共に11月2日に、ウルシー艦渉に帰還した。しかしながら、グリッドレイはすぐに任務に復帰する。11月5日に、ウルシー艦渉を出港、高速空母任務部隊と共に、レーテ島に向かう。その後護衛空母部隊と合流し、 リンガエン湾上陸作戦の間、1945年2月10日まで砲撃及び紹介任務に従事した。再び漆井干渉で停泊した後、グリッドレイは新珠湾に向かう途中戦艦ミッシュシッピを護衛し、その後サンディエゴ及びパナマ運河経由でニューヨークに向かい、1945年3月30日に到着した。翌日ニューヨーク海軍交渉に入居し、 修理が行われた。作業完了後1945年6月22日にヨーロッパへ向けて出港し、翌1946年1月まで滞在した後、帰国した。グリッドレイは1946年4月に除籍され、翌1947年8月にスクラップとして売却された。ありがとうございます。